なかなか何ですか、六条の目安のところも、ジェラシーつながりの六条の目安のところなかなかいかないんですけど、一番不得意なんですよ、このテーマが。なのでいらっしゃいませ。ちょっとなかなかすいません、いけなくて申し訳ないです。で、なんだっけ、夕顔が咲いた頃ちょっとまた扇つながりで行きたいと思ってるんですが、すいません、ちょっとしばらくお待ちください。なんかそういう気分じゃって、全然そういうこうジラジラなのが一番不得意なので、ちょっとあれなんですけど、それでですね、第2弾ホームページの解説をもう一度したいと思います。これよく考えたら解説をしてないことがいっぱいあるんですよね。それでまあ春町で検索していただきますと、こんな感じで出てきます。はい、でこれが私ども のホームページでございます。それでですね、まず、福岡市郊外粕屋町の質屋、はい、福岡市郊外にございます。でまず、場所がですね、場所がでございますね。よいしょ、それなぜか私はヤフーの地図のが好きなもんですから、すみません、こっちに飛びまして、はい、お店の場所ですが、まずですね、ちょっともうちょっと広くて、はい、この辺にあります。ちょっと遠すぎ、もうちょっとじゃあちょっとこの辺にありますかってことで、はい、はっきり言って東京に行くよりも韓国に行く方が近いです、福岡っていうとこは。でですね、ちょっと待って、もうちょっとごめん、で、ここです。福岡ってここにあります。九州北部地方にあります。はい、でここが五島ですよね、で対馬この辺なんですよ。で壱岐対馬って言うけど、壱岐ってこの辺なんですよね。うん、小野島、玄界灘ですね。うん、ここ大島行ったことありますよ、昔。まあ、そんなことどうですけど、響き灘。宇部ってここなんですね。なので、まあ、下関なんですけど、宗像湖にあります。はい。でですね、それはいいんですが、はい。で、よいしょ。このぐらいにしましょうか。もうちょっとこの辺ね。はい。で、これはまあ大体福岡市なんですけど、ここが博多駅です。ここは福岡空港です。はい。春町はこの辺になります。はい。ここ鹿の島、のこの島ですね。はい。それで、はい。福岡空港がここにありますし、博多駅はこれにあります。はい。なので、博多駅からだと、福北豊線で、ここです。はい。福岡空港からも、すぐ近くです。でも私福岡空港から歩いたことないんですけど、東京の友人の出雲さんは福岡空港から春町まで歩く人です。で電柱広告で矢印がそこがおかしかったよとかと教えてくれる友人なんですけど、ということでですね、はい、春町の、駅を出ますと、もうここがうちです。はい、でここが春町駅 その駅前の四つ角なんですけど、セブンイレブンはここにありまして、ここに西日本シティ銀行があります。でここにお菓子の酒屋さんがあるんですが、その四つ角を春町の駅に向かって来ていただく手前、はい、おーどうもどうも、はい、ちょっとペンキの件で確認していきます。ちょっとお待ちください。JR 福北豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。